はい、今回ご紹介させていただくオートバイ CL250 ホンダでございます。はい、CL250 スクランブラータイプのね、バイクということになるわけですが、見てやってください。いかがですか、このメーターバイザーって言うんでしょうかね。はい、ビキニカウルみたいな、そしてこのね、ハップフェンダーがついております。これをつけただけですね、 CL のデザインが一気に変わってね、あの R80GS とか R100GS、さらにはですね R90 アーバン GS みたいなね、はい、デザインに変貌するというですね、非常に魅力的なアクセサリー。これホンダ純正でね、設定がございます。ただ白しかないんですよね、残念ながらね、まあ、白しかないんですけど、そういうこういったものがございます。はい、あとですねアクセサリーとしてね、これはまあ標準でねついてるんですけど、ここセンターパッドですね、ホンダのね、これを取り付けてあります。はい、あとですねやっぱ欲しいのはリアキャリアですよね。リアキャリア、はい、これ竹川の、リアキャリア、堅牢なね、結構太いパイプの、はい、しっかりした、キャリアですよね。これを取り付けて、ございます。はい、この辺は全部あの中古車でうちで買ってきて取り付け、して、はい、ちょっとねあの撮影したり、少し、乗ったり、また、常連のお客様にねちょっとお貸ししてどうですかみたいなね、はい、そんな、はい、ことをしていましたが、はい、もちろんね中古で、はい、販売させていただきたいなと思います。もちろん売れなければそのままうち、で、市場台車ですかね、台車でしばらく使うっていうねことも、まあ、考えてあったりもするわけでございますが、はい、CL250 レベルベースのねスクランブラータイプということで、非常にね、まあ、はい、あまり評判は芳しくないみたいなんですけどね、はい、芳しくないみたいなんですが、ただやっぱり乗ると、まあ、いいバイク、うん、ということが言えるかと思います。さすがまあホンダですよね。はい、フロントが19インチということで、やっぱりね大きいので安定感あります。はい、くるくるとかね小回り云々とかこうねひらひら走らせるっていうんだとまたちょっと違うかと思いますが、やっぱりねしっかり感ありますよね、直進安定性とかね、うん、まあ、そのあたりを考えると、まあ、フロントが大きいサイズっていうのは、まあ、魅力なのかなと、そんなことを思います。エンジンはもうこのあたりはみんな一緒なんですよね。 CBR250R の最初ね積んだエンジンだと思います。それをベースに、もう CB250R、CRF250L、レブル250、みたいなね、はい、もうみんな兄弟車、はい、エンジン一緒です。はい、セッティングだけちょっと変えてるねみたいですけどね。はい、で CL はこのマフラーがねアップになる、セミアップって言ってもいいかな。ここまでは下でねずっと来て、でここからアップしてね、はい、ドーンとこの、はい、サイレンサーでね、これいい音します。はい、純正でねノーマルなんだけども、なかなかいいサウンドを奏でてくれます。エンジンかけましょう。ほらね、どうですか、なかなかいい音しますよ。はい、エンジン自体は高回転型のね、はい、ヒューヒュー回るエンジンなんですけど、このマフラーがですねから奏でるサウンドが、はい、こっちでなんかちょっと高周波の音が出る一方、こっちからねのぶとい音が出てる感じなんだね。ちょっと面白い、はい、うん、やっぱり乗ってこれでねやっぱキャラクターがちょっとこう出てる感じがしますね。はい、いかがでしょうか。走行距離は現在1869キロになります。はい、ただ1600キロぐらいだったので、まあ、200キロぐらいはね、はい、私ほとんど乗ってないので、はい、他の方が乗ってるような気がします。はい、まあ、そんなような、ね、ことで、はい、いかがでしょうか。鍵は2本あります。はい、残念ながら、ね、取説はついてませんでしたね。これあのコーティングの都合で多分、ね、ドリームさんだと思うんですよ。このねステッカー貼ってあるんで、多分ドリームさんでちょっとだけね、まあレンタバイクだったのか何なのかね、試乗車だったのかちょっと使ったみたいですけど、はい、取説はつけないでね、つけてくれなかったみたいな、ね、くれないじゃん、つけてくれなかったですね。はい、まあ、そのあたりちょっと残念ですが、はい、ということでですね、はい、まあ、外観的にはまあまずまずかなと思います。まあピッカピカですねっていうようなあれではない、とは思いますが、まあ、中古車として見れば、十分綺麗、うん、だと思います。はい、ただまあ年式が正しいんでね、はい、去年登録の車両ですから、まあ、そのあたりでちょっとね、うん、まあ、そういうことを考えれば、まあ、新車に近ければ、新車と比べればね、あ、やっぱりちょっと、まあ、なんていうんですかね、まあ腐食みたいな感じとかと、うん、そういうのはあるかと思います。はい、ということでですね、
まあ、オプションパーツねちょっと取り付けて、でね、はい、まあ、お好み次第なんですが、はい、いかがでしょうか。はい、でナンバーはね今ついてます。これ私のうちのナンバーなので、こうナンバーはねもちろんあの、はい、外しますから、はい、まあ、ご了承いただくと。で自賠責はちょっとうちの名前で入ってるんで、他の次のね車両に、移す都合上ですね、新規で入っていただくと、まあ、いうことに、なります。はい、その他何かありますかね。そうですね、まあ、特に、はい、まあ、新しい車両なのでそんなにね何がどうということはございません。はい、灯火類は全部 LED です。さすが今のオートバイ。はい、エンジンも簡単にかかります。スロットルも軽いし、クラッチも異様に軽いです。はい、もう、まあ、乗りやすいバイクですね。はい、うん、唯一ね、まあ、ステップの位置が気持ちを足を下ろした時に邪魔かなっていうね、あのありますが、まあ、それは慣れればね、足の出す位置を、まあ、いくらでもね、うん、変えるでしょうから、そんなに重要なところではないかなと、まあ、思いますが、まあ、気になる方はねまたがってみて、ああちょっとなとかね、はい、まあ、おそらくですねドリームさんとか行けば新車を置いてあると思いますから、そういうところでねあのちょっとまたがってみるっていうのもね一つのあれかもしれません。はい、ヘッドライトもねこの LED のね、はい、もう今のオートバイっていう感じですね。ウインカーももちろん LED です。はい、ということで CL250、スクランブラーね、はい、そんなモデルになりますが、はい、いかがでしょうか。何か あればね見るべきところ、はい、でですね、エンジンオイル、あとブレーキフルードとかね、そういったものもちろん交換させていただきます。はい、でブレーキとか一回外してちょっとグリス塗ったりもしちゃってあるんで、はい、まあ、そのあたりは問題ないかなと思います。はい、その他まあね、あのグリスどうのこうのとかのやりなんだ、うん、そういうのは基本的にははいやってからお渡しということになります。はい、ということで、CL250 こちらもね販売させていただきますので、ご興味のある方はお問い合わせいただけると幸いでございます。この車両これで、ね、多分奥多摩行ったら人気者だと思います。